めちゃくちゃやらせくさいけど。ぶっちゃけ。ぶっちゃけめちゃくちゃやらせくさいけど。武井壮がね、降りたね、島はね、めっちゃなんか、天国みたいな島で、もうバカンス気分でね、カニとか取ってね、食ってんの。うめえわ、これ。これはどちらでもかです。こちらもどこでもか。決めてくれ、武井さん。あえてプリモスクとか。両替プリもありだね。直下降りいない説。プリもまだ残ってるね、4人ずつ。いやでもプリも来そう、これ。残ってるね。いや、わかんない、これ全部残ってる。いや、でもこれ、こう消えてった。こっち降りたら、ワンパくるね。これラストワンパ？お。あ。彼どこ行くの？あ。いや、これ来ない説ある？来なそう。一人ね、え、女性の人出てた？出てたっけあれ？だ、男だけだな。あいつどんどん離れてる。はい。まあ、いや。わかんないけど。あ、一人二人。なんか自分はやりたくないけど見るのは面白いっていうサバイバル系は。サバイバル系は特にそう。釣りとかもあんまり自分で行く気しないけど見るのはすごい好き。編集とかしてくれてるからテンポがいい。手前3人だわ。はいよ。あ、本当にもう並んで3人入ったわね。手前から。なんか今、リオン君。やめろ、あぶね、やめろ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 、あぶね。ヤンキーおない。やばいな。あいつ、なんなの、マジ。ギアさん、ただ空飛んでるだけなのに。ほんとそれよ。ただ飛んでるだけ。てかアンチ入ってる。ほんまや。うん、まあだと思ったんだけどね。さすが。いや、今のただのやばいやつやん。いや、すごいな。あそこ固まってんのな。ディスカバリーチャンネルのさ、ウジ虫みたいなやつマジ気持ち悪かった。ああいうシーン。またポンプだ。これもしかして本当俺呪われてんかな。一丁持っといたらもう守りで。あと裸足で歩いてるからなんか木の枝みたいなのが足に刺さってるシーンとか。さっきの話聞いてた。前段で三別一撃ね。あ、オッケー。AM インしたら最強。オッケー。うん、最強だ最強。自分のことちょっと技研さんだと思う。そしたら多分負けない。江戸かな。とか言って変なとこ突っ込んで死ぬんだろうな。なにこれ、俺爆弾ついてるよ。美味しいんだけど。爆弾ついてる。ジリオさん。もう最高。交換する？ありがとうございます。にもうまくねえこれ。いや、うまくはなくはないの。ないか。エラバクってる。エラバクした。ここ SLR あんまり。バック欲しいな。全然 AK なの。だって AK 持っとるよ、リオン君俺。でも俺持ってるのベリルなんで。おう。ごめんって感じ。コンペあれば別に。だけど。俺の目の前走ってきてる。この辺、2番ピアトリ。了解です。そっち寄りまーす。はい、カーでした。あー。そう、2番ピン入ってる1人は。2番ピン了解っす。はい。行きます。こっち空いてるな、怖っ。そこを降りてた最初。その辺降りてた。そっち降りてた、リオさんの方の。そこ3人降りたね、まだ。流れてそうやね。と信じて俺は行こうかな。一旦途中で事故りそうで怖いな。また、ここガタッとして今。ガタ。怖え、ここは。さよなら。エネミー？お？また？今の敵かな、めっちゃ奥だね、プリモの。
ってめっちゃあるじゃない寄ってる。せいかなこれ。あ寄ってってる寄ってってる。2番ピンからもっと西の西の方に。うん、いや気のせいかじゃあ。こっちいなそうやね。そんなゲーム気のせいないけどな。よし、気のせい。うん、両替行け。気のせい、気のせい。気のせい、もうこれ、ちょっとあれ死んだら、まあ、おにぎり食べに行くし。OK。これ、ギアさん、これ、ケツからカレー。なんかそのマーカーの家で。カレーますね、これ。この2軒の間、2番ピンいるよ、2番ピン、1人。了解っす。あ、もっと寄ってってる、もっと寄ってってる。ほんとだほんとだ、両線だね、今両線。へぇ、真っ赤の両線。おい、あ、してった。下ったとこいる、下ったとこいる。下ったとこ了解。わ、めっちゃ行ってる。八角竜向こう行ってる。あ、いや、キャスト、俺手前近いやついないかな、一人。いや、この八角竜ちゃん。めっちゃ走ってってる。打つか。打っていいこれ。打つよ。一人入ってる。え、俺も一人変身してるです。一人だ。どこに向かって走ってんのこいつら。太陽か。あれ、もしかしてスポコンドラマの撮影が始まりました。太陽に向かって多分逃げてる。めっちゃおかしいやついんじゃん。マジで太陽に向かって走ってるよこの人たち。ダウンってことはワンチャコ近くいるんちゃう。どこだ。あとラスト左の木中説。あとこの岩原でワンその木中説ない。この岩原この山あった道はリトンか。あどこだ。いや木中説あるなこれ。木中説怖えな。でも巣に漁っちゃった。おる。いや道おらんね。あ立ってんじゃん。海岸ターゲさん。えほら305何それ本当に本当に何それ。立ってるじゃん。え、立ってんじゃんそこ。立ってんじゃん。あれはね気づかんすよあれは。だってあいつ堂々としすぎでしょ。何あれ身を立ちしてた。何これ。あえて最終アンスとかこう立ってたらいいんじゃんこれ。俺たち美味しくないんだけど。これ放置狩りしに来てたんだこの人たち。なるほど。え、大違狩り性格悪い。やべ、言っちゃダメだ。あんまりいい人たちではなかったのか。太陽に向かった足だし、悪い人じゃないと思う。悪い人じゃないね。俺もその、悪い人じゃないか。オッケーオッケー。たまたまね、たまたま見っけちゃったんだね。たまたまね。うん。しかも海岸にね、立ってんだよな。もうなんかもうもはやいやあそこまで堂々とされるとなんか逆になんかえなんか違うなんかオブジェクトがあるってワンちゃん隣行っても気づかない説ある。もうそこまで行くとやばいね。 AK が一歩もないし。あ AK 捨てた。ここ4点、5ミリちょっと惜しいな。5ミリ全然なかったっすね。ないね。まだ漁ってないから5ミリ捨てればあげれますよ。一応これだけ、まさしません、これだけ。あ、ちょこっとだけ。これしかない。いいっす。とりあえずゴミちょっと出します。あ、でもミニ用だから。あ、ほんとに。たくさんあるよ、それ。あと、リオくんのたくさんついてます。あ、オッケー。リオくんのさ、あの SLR もらえば俺もうレディ。ん？狙って SLR 余ってるんじゃなかったっけ。あ、余ってる余ってる、1ピン余ってるよ。そう、それもゲットしたらもうレディだね、俺。2番ピンミニ君、了解です。あ、じゃあ、リオくん先、渡しとくわ。ここ、後ろに、あの、クパーと、あれと落として。クパーあるよ。あの、カクマガと、エサルの。ありがとう。あれ、なんでクパーなって。まあいいや。いや、ダメだ。カーじゃった。あ、でも、ミニにしたら弾がなくなっちゃうんか。無理かな。車のスイング。ミニってまだ余ってますか。余ってるんじゃない ?2 番ピンに。弾返そうか。いや、大丈夫っす。大丈夫。はい。ここ SLR 置いた、ギヨン君。マジ OK。
全にドラマの撮影だったな。いやーすごいね、初めて見た。あんまりないよね。見ちゃいけないもの見た気がした今。ミニどこだろう。天地。あったあったあった。ああダブバレ。ああやばい、リオンくんに全部あげたんだった、カスタム。あ、俺もらってないかも、チクパとかも。あ、さっきのとこ落ちてるよ、4ピン。あ、オッケーオッケー。だら、回収しに行こうかな。なんかね、SRR 増えた。もらったの、角間がぐらいかも。あ、でも SR 角間が落ちてる、あっちに。だから多分全部あるかも。オッケーオッケー。やべ、今度俺が夕日に向かって走ってるわ。また高橋くんはリーン迷子になりました。駆られる一通りの一通りの大会が終わり、高橋くんはまたリーン迷子になりました。皆さんよろしくお願いします。おにぎり取ってきていいですか。了解です。どうぞ。何おにぎりかによるな。たらこです。うん、行ってこい。それはいいよ。ゴールです。うん、タラコ許される。梅だったらちょっとやばいかも。うん、梅やったらもう普通に無理やね。梅ダメなんだ。うん、梅やったら普通に行かないらしいけど、タラコはそれはまあしゃあないわ。タラコは行くよね。うん、タラコは行くよ。俺後で唐揚げ取ってこよう。じゃあ、それ許されないね。アウトだよ。それはもう、もう無理や。死ねえとか言おうとした俺今。え、マジ入った。え、唐揚げは重罪。唐揚げは重罪だね。あー、マジか。許されなかった。これ自動前進しておにぎり取れたら死ぬかな。なんかに引っかかるんじゃない。もういざとだって俺体で止めるよ。俺の車乗る。俺のバギーの城乗る。あ、乗る。バギーの城はちょっと心細いか。乗る乗る乗る。いやー、マック行きてーけどー、降りれないってのがめちゃくちゃ。ダメやな、明日サムギョプサルとか食べるんやろ。厳重するかみたいなとこある。マック食べてサムギョプサル太るなー。おにぎりの具にアスパラってあるのかな。アスパラ、アスパラ、アスパラおにぎりないかも。出したら売れっかな。出そうかな俺。ギアさん特製アスパラおにぎり。マヨネーズとか入ってたら美味しそう。でもその一緒のマヨネーズは確かにありかもしれない。アスパラマヨネーズみたいな感じで出したらうまそう。そうだね。ベーコン、アスパラベーコンとか。ベーコン強いな。それやったらもうおにぎりとかビール出てくんなそれ。おにぎりである必要あんのかっていうところだけど、もはや。おにぎりにこだわらなかったらもっといいもんできるやろうにみたいな。いや、この真ん中行って大丈夫かな。両方乗せて。それだと既存のなんて言うんだろう、その、うん、よくあるものになっちゃうから。確かに。オリジナリティとか。おにぎりに入れて話題性、ね、オリジナリティ出すんで。開いてない。あ、車落としてる。これ右の道路から来るかも。オッケーオッケーオッケー。やば、俺変わっちゃいそう。あ、本当だ。大丈夫か、それ。頭出てるって。いや、今頭出てるって。それ降りた。きます。もう一人。もう一台。あ、待って、こう大丈夫かな、俺。四台目、めっちゃ食らってる。どうせ行けません。硬い。行きます。あ、たまらない。大丈夫、大丈夫。車ってるだけ。わあ。ごめん、そっち。え、待って、CAT ってこの人キャットみたいになって、ポチンキのさ、あの SLR 連打してきた人じゃない？じゃあ強い人いる？ここチクパリアン。チクパ大丈夫だよ。ああ。マジか。この人マジベリルか。ベリルか。アスパラベーコンイギーはいけそう。ベリラーでした。まあうまそうやな。美味しそう。5ミリないし、もうベリル行くしかねえなこれ。いや5ミリ確かに。一応ちょっと開けれるよ。俺220持ってるから。いやもう大丈夫です。大丈夫。ジャミルだったら超あるけどな。これ向こう行ったよね。大丈夫だね。向こう行きました。はいはい。
見える範囲にはいないはず。オッケー。キヤさん、ここ、リオ君、角間いらない？ 5 ミリ40ぐらい落ちます。あと2落ちます。この試合。4か。今、見られて。CGX、リオ01、角間が。大丈夫です。4行くか、じゃあ。7個じゃなかったね。痛い。何？これ、鮭だ。ああ、全然いい、全然いい、全然いい。やばい、木ない、俺。ここだ。まつい、カバ行くか？木3。カバ行こう。4点、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 4点から撃たれてる。よく。はぁ！ええ？え？待って、木じゃない。ハゲ3？うわ、やらかした、やらかした。まぁ、タゲ！頼む、やばい、やばい。ハゲ 3？ 今、それ多分ね、明日から、歩けない。あ、やばい、やばい、やばい、卵投げつけられる、これ。え、待って、それさ、マジでやばいんすよね、すい、来る？マジでやばい、いや遠いとは思うけど、4番ピンだから、4点のさらに奥だったから、多分大丈夫なんで。おやじも早いかな。待って、待って、待って、なんで？待って、来てくれば、右から。右から来てる、りょうくん、これ。来てるね。落ちるこれは死ねる。許して。まず、グレーじゃなくて、木が欲しい。あ、左回ってきてると。どっか、違うとこから撃たれてる、俺。どこだ、これ。なんかもうグリられて GG な気がする。大丈夫か。そしたらもうハッピーセットで死のう。この辺降りてなかった？2番ピンあたり。2番ピン？いや多分2ピン。山の候補はこれ一回代わり側左側回った。ここや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 。あ、そういうか。やべ、クセーブした。ナイス。あ、すげえ。かっきりしたない。まめ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 。やった？まだいるな絶対。あと一人どこだ？ゴミゴミ。ワンチャンワンチャン四点一人だけ残しちゃってるとかないかな。いや残さねえか普通に普通のチルシ。いないかもしれない。よく助かった。ありがてえよ。やばいやばい、マジでマジで本当にもう。危うく歩けなくなるとかやってね。そう、歩けなくなるとか。ケツだ、ケツケツケツ。演出でしょ、これ。ケツの山側。SW、SW、SW、SW。ワンチャンベッチ。あいつら来るな。ワンチャン外れた。あれなんで、エンターテインメントなんで。いい、いいじゃん、この演出。素晴らしい。ギアさんリスナーが家から出るか出ないかの配信やったな。そうね。多分靴まで履いてたね、多分今。靴ぐらいなら履いてたな。うん、靴履いてた。そろそろ竹やるか、これ、つって。右足は履いてたね、もう。右足履いてたか。いや、そうだね。一回竹やっとくみたいな感じの話だったんだ、これ。とりあえず締めとくか。まずは左手から。危なかった。危なかった、本当。このバギーでどっかこっちに車なかったよね。でもここ一応取れるんだよな、3点は。いや、これ割られてるわ、しかも2人。あ、待って、上から垂れてる。どこだ？あれか、そう。またまた。立ち回った。これやっぱハッチンってこの人やな、このさ、ハッチンってポチンキでさ、うん、がっつり。SLR で入ってきた人じゃん。相場 SLR。やべえ人。やべえ人だった。え、待って、俺たちが行くとこにさ、物資落ちてない？あ、違うか。車ないかな。俺さ、後ろパンクしてんだよね。え、なになになに CGX？ 全然走るんですけど。マジかよ、CGX。あいつらが乗ってきた車どこです？そこ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 。CGX 何？どうしたん？あ、でもちょっと潜ってる。だから3点まで入ろう。伊予さんご乱心や。3点竹運転いける？うっすぐまっすぐ入れると思う。まっすぐ入れると思う。かけてよ。ワンちゃんいたらもう入ってくれ。はい、魚乱心。OK。ちょっと怖い。ドア開けたの俺たちだから、ドアは開いてると思う。OK。一回この上から見てもいいよ。行くか。行っちゃいます。うん、一回止まりたいかも、そこで。うん、ここ止まりたい。相手はいるけど。いなそう。開けたの俺たちだから、ワンチャンビビってきてないまである。
ないな、こら。ほら。近くない？割と近めかもしれない。はい、ここら辺から3点の行くね。よくおにぎり食べて体力ついてきたもんな。さっきさおにぎり食べてなかったからじゃん。お腹減ってたからさ。いやもうそれはある。車。それが前で前で前。ああ今のこの地形内でやばいな。ついた。トエームだな。一発入れてる。ナイス。ナイス。もう一人いた。二人いた。グレホーリーマース。反転側からの射線がちいいかな。ええ。だからもう一人。バキルだね。ジンのラで勝ちじゃん。詰めろ。見えないな。ジンのラだ。車動かしてる。折れた。めちゃくちゃドヒンじゃない、ドヒン。あれなんか物資落ちてないですか、あそこ。マジ柵の手前。そっちが降りてたかもしれない。はっ待った、めっちゃ見られてるこれ。一人いた。強すぎ。強すぎ、笑った。これ攻めれるんじゃないワンちゃん。え、戦闘興味になまさかこれ。下ろしてくれ、もう一回。待って、あっちそこ欲しい。うわー、もったいねえことしたな。あー、無理。戻る。人が広がらない。戻ります。あー、ちょっと待って。高橋戻ります。あー、なんでこれ止まれないのここで。あ、え？でも戦闘興味つかんできた。何この。やめたら1人。普通に回復してる。助けてー。ない、儲けない俺。ちょっと儲けない。その打ってんのカバーできるかもワンちゃん。できないかな。痛い。やばい、今これよ。ありがとう。ありがとうございます、本当に。マジ命論じやばい、怖いよ。ありがとう。待って、追い焚きが欲しい。追い焚きない、ないです、追い焚き。うん、了解です。これ、ラスト思い焚き。3回行った。さっきの突貫見ました。あ、もう一回抜いたわ。5番ピン抜いてる。5番ピン？あ、5番ピンじゃねえわ。マーカーの方、レッドマーカーの方。しい。あ、やられてんじゃん、ハチ。たまってる。おお、あ、てか、ボランチのど真ん中。待って、ここのさ、なんか、ここ、これ、これ、あったかすぎる、この。夢、この死体。これだけ。ああ。なるほど。あ、でも、ね、この、あ、ま、上にも下あったな、木あるかな。あるけど、ここめっちゃ真ん中の、2番ピンの家にいる、2階2番ピンの家、多分一発あったかな、今のでバイク、いい方面人じゃない、これ、旅の前の集落のとこいて。めっちゃ近い。105。待って、これ普通にやったわ。あっちど真ん中。え、どっから？無理。カード頭なんだけどジャンプしたのに。ああ、そう。なんでカバーできるかな、それ。あと、もうカバーされた。ありがてぇ。おこしま。はい。ありがとうございます。全然見えない、これ、猿。おこしよ。怖え、これマジで。
ありがとうございます。無理無理、適当打ちやめて、無理無理無理、すり無理すり無理。バツ入ったな。おい、え、またじゃん、またジャンプしてたのにからもうやめて、ほんとにもう。じゃあ、リングドキドキしてんねんけど。ほんとにありがとうございます。じゃあ、ほんとに待って、どうしようか。奥中の方かな。ありがとう、ごめん。ジャンプしないようにする。これ目的？目的ですね。ナイスワンカット。追加で飛んだ。これ3つぐらい投げました今。しゃあフルヘルスになってる、マックスになってさ。タケそっち遅れた。え、なんかこっち走ってる。こっち3人走ってるわ。マーカーの木にいる。あ、レッドマーカー。待って、めっちゃいるわ、これ。あの、こういうの木かな。一発当て。ナイス、それだ。仕事。ナイス。ナイス。めっちゃやばい、ボンバーマン死んじゃん。こっち来てないよな。あ、いるいる、待って、いるいるいる。3点、3点と、マカノリさんに、マカノリさんに、マカノリさんに。マカ、マカ、165、岩田。オッケー、了解。こっちが3人いる、こっちが3人いる。ビヨン君、それ耐えれる？あ、終わったわ。あ、ナイス。ナイス。こっちは終わった。こっちクリア。ナイス。ナイス。死んだ、全然死んだ。あと5人やね。なんか今いた気がすんな。マーカーのダブルにいるんだよ。強っ。あれあれ、ベストもボロボロ全部。なんか木の音がする。どっちに、ね、お、この木は緑マーカー。あの木はまさかいますね、中に。あ、なんか左もいる。待て、ゲーさん、ケツ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 。取っちゃった取っちゃった。え、多分あと260じゃないか。260、250、あの両線の奥に。LWM いるよ。お、やばい、やばい。どっちだ、俺だったら。両線の奥に怖いもんいる。よし、終わった。グレー飛んだでしょ。はい、ひじ全然間違うんだけど。この裏、この裏、この裏、ギアさん、その裏、いきますよ。レッツゴー。はい、セーフ。ナイス。ベリル、ベリル強いんじゃねえな。ギアさんの全部パクったんだ。いや、何もしないよ俺だって。